みなさん、こんにちは。しょりみちゃんのしほです。はい、ということで今回はですね、私小学校卒業ということで、今制服っぽいものを着てるんですけど、これでね卒業式出るのか違うんです。皆さん聞いてください。この制服なんですけども、これじゃなく、こちらの制服を今回卒業式に着ていきたいなと思ってます。なんでそれにしたんですか？これはネットで探してたんですよ、卒服。これが一番可愛かった。なんかセーラー服に憧れがすごくてね。私の中学校ブレザーなんです。でも漫画とかの世界だと中学校セーラー服、高校ブレザーみたいな、私イメージあった、そういう偏見がね。それで、すごいセーラー服着たくて、来年からだけどブレザーなんですよ。なのでいつ着れるんだろうって考えた時に、卒業式だったんですね。でもさ、みんな多分今着てる感じの服じゃん、みんな多分。あ、そう、これになんかもっとちょっと、もうちょっと、まあジャケットみたいな感じだと思うんですけども、だからしーちゃんがそれ着てったらさ、絶対さ、どこの中学受験したのって言われそうじゃない？絶対私立の中学校行くのって言われそうだよね。はい、でね、これは楽天だったかな、楽天かアマゾンで買いました。でこれは一式ウィゴーです。このスカートとこのカーディガンと、ね、このシャツとこの、なんだっけ、ネクタイ。まあ、しーちゃんは YouTube やってたりするから、こういうチェックの、なんていうの、制服っぽいのは何着かあって、だから全然あんまりこういうのなんか憧れがなくてね。そう、本当に気分してあんまり憧れがなくて、セーラー服を初めて着ます。はい、もう超楽しみ。あ、でもね、聞いてほしいんだけど、届いてファーって開けるじゃん、ボタンがかけてて、そうそれで急いで近くのショッピングモールに行って、手芸屋で似たようなボタンを探して、ママがね全部変えてくれました。はい、なんかママが全部夜な夜な縫い縫いしました。そうそうそう、3個ね取ってつけてくれました。はい、本当はね変えてもらったりするのが一番なんですけど、なんといってももうあさってなんで、そうなんですよ、本当に間に合わないんでね。やってくれましたね。はい、はい、しょうがないですね今回はね。はい、はいはい、じゃあ着替えますか、せっかくなので披露しますか。はい、着替えます。はーい、イエーイ、バイバイ。はい、ということで着替えてきました、イエーイ。ということでね、マジでこの上しか映らないんだけど、スカートも一応履いてます。これこの茶色のこの茶色のスカートまあ写真貼っときます。この辺で多分あれ貼ってくれると思います。こんな感じです。そうでね、可愛いかな、もうめちゃめちゃ可愛いみたいな。どこの中学校ですかって言われそうな。私立司法中学校の1年生の司法です。司法中学校なんて出てこなかった。はい、まあこんな感じでめちゃめちゃ可愛いです。そう、セーラー服ってさ、これここがあるじゃん、可愛くないこの形。可愛い、このこういう形が、なんか色がね、なんかちょっとゴミついてるから、おいで後ろここに糸くずがついてました。はい、いいですよ。口コミもあったよね、ちょっと糸くずが出ますみたいな。まあでも安いからね、これいくらだっけな、安かったよね、2,000〜3,000円ぐらい。そうだよ、2,000〜3,000円でこれ一式で、なんかもう一個ね、このリボンにもできるっていう、普通の、そうそう、これの普通のね、こういうブレザーとかにつけるリボンもこういう感じでつけれる、そっちも可愛いけど、やっぱこっちも可愛いよね、こっちも可愛いね。あ、可愛い。そっちじゃなくていいの？迷ってきた。だけどでもなんかセーラー服はこっちかなみたいな。ブレザーはこっちつけないじゃん。うん、それも可愛い。迷ってきた。あ、可愛い。可愛い。迷ってきました。まあ最後まで悩みたいなと思います。でこれで当日行きたいと思います。はい。ということで。私がね、卒業式着ていく服はこちらで、もう卒業だよっていう服でしたね。はい、あさって卒業式です、はい、まあこの動画が上がってる頃はちょっともうだいぶ卒業かもとっくに卒業してると思うんですけど、ちょっとママ編集が溜まってるんで、はい、順番に出してきます。はい、はい、ということでね、本当に皆様卒業したよ、ありがとうみたいな
早っ、まだ卒業してないんだけどねこの時点では。はい、ということで、はい、卒業します。バイバーイ。